はい、今回はエキサイトオーディオの新製品カシミヤチェーンについて、ちょっとね文章だけでは分かりづらそうな感じだったんで動画にしてみました。じゃあ、早速見ていきたいと思います。画面左側がチェーンリーダーと呼ばれている、まあ、親っていうかな、どんなこの、まあ、こっち側が右がチェーンフォロワーっていう名前になってて、でフォロワーはリーダーに設定されているものが駆使される感じで使うプラグインになる。リーダーの方に、まあ、まず紐付ける必要がある。ちょっとこれ紐付けられちゃってるけど感じでね、今 A と A でつながってます。こうステップ3ってなるともうこれとこれがつながっている状態ですってことですね。実際にハードプラグインで加えてみましょう。でこいつの優秀だなと思うのは、あのカテゴリー自動でプラグイン自体がどういうあれかは分かんないけどカテゴリーを自動分類してくれるので、そこはねすごい優秀だ。似たような、プラグインチェーン作れるブルーキャットのパッチワークなんかはプラグインを挿すときにプラグインの、まあ、VST というか DLL みたいなファイルを直接読み込む、ファイルのありかは分かんない、また使えないんだけど、それはそんなことなく自分で読んできてくれる。あのこれ、ね、プリセットがないからどこ読みに行ってかが分かんないんだよね。どっかできっと設定できるんだろうけどな、これ聞けてないのがあんまり他に使わないんだよね。これあのフェイブリット今ないから、ね、入れいいとかで分類されてて、でこれ自動で分類されるんだけど、あ自由にここカテゴリープラスで足したりも足せるんだけど消せない、デフォルトだからだよ。この辺はおいおい分かればいいんでしょうけど、今回は何もしてないです。これ一番上にアタッキーバーブがあるんで、これリバーブのプラグインだからリバーブに入ってるんですよ。例えばディレイに入れたいと思ったらパートをつまんでディレイに持っていくとディレイに入るけど、なぜか同時にフェイバリットに入るんです。ここにクリックすると入っちゃうんですよね、チェーン。今入れたいわけじゃないんで、フルクリックとかじゃなくてワンクリックでいっちゃうからちょっとね、あとはちょっといけてないかなと思う。パートをつければフェイバリットに入るっていうのはまあ分かる。複数のフォルダにはこれ存在できる。でフェイバリットな感じになってるかな。カテゴリー足せるんだけど、なんだろうな。まず相当ができない。多分。フィルターはここでプラグインの VST だけとか、VST3 だけとか、VST3 のこのフォルダって押すとして今、3のフォルダが指定できるのかもしれない。とりあえずここ、デフォルトでこいつが読んでる VST さんのフォルダーが開き、スキャンニングは自動でこの、カシミヤチェーンはプラグイン追加しても自分では読みに行かないので、新しいのができたらスキャンニング、全部このデータベース初期化してやり直したい時には、スキャンをすれば出てきます。この辺はね基本操作基本設定みたいなところで実際にプラグイン入れてってみましょう。今回はイコライザーの方が動きが見やすいのとっていうのが、あって、でまあ比較的有名どころの比較的じゃないド定番なプロ級でやりたい。これプロ級もうすでにリンクされてるんでプロ級を押すと、まあ、こいつもこのブラウザ画面として入るんだけどこっちにも出てきます。こんな感じ。これよくあるつまめるやつ、あの順番入れ替え、はい、一緒に夜の動いて気持ちいい、ちょっとかっこいい感じ。これバツを押すと消える。こちらはね何もいじれバツを押すと消える。プラグインの追加は押しすぎ至ってしまう。こんな感じ。これを押すともう一回ブラウザ開くと入れ替えられる。またやり直し選び直しをプロ級上げましょう。プロ級押すと立ち上がる。こちらも押すと、まあ、こちらのが立ち上がる。よくこのカシミヤチェーンのレビューに
動画とかであるやつね、リーダーの方をいじるとフォロワーが追従する、まあどこでもリンクしてる、はい、で2個目打てばね、でフォロワーの方を動かしてもリーダーは動かない、シンクを押せばリーダーと同じにフォロワーの設定を変えていようがリーダーと一緒に、まあ、紐づいてるパラメータフォロワー側を変えていた場合でもリーダーを触ればリーダーと同じじゃないという作りになってます。これ独立させることもこのフォロワー型できて、アンリンクボタンこれを押すとここにステータスアンリンクになると、これリーダーを動かしても追従します、シンクをしても追従しない、押せば一回落ちるんで、これはそういう仕様な画面ができないからちょっと分かんないけど、これ今リンクしてリンクしてるかどうかはここのステータスリンクで分かる、まあ、これちょっと画面が狭いから分かりにくくなるんだけど、もう1枚ちょっとないだけもう1枚立ち上げてみたいと思って、でないでしょ、これなんで言ってノットリンクアンリンク、これをデフォルト入れた瞬間出てくるリンクされてるなので、リーダーを動かせば、今この裏入っちゃってるけど3個目っていうのかな、2個目のフォロワーはここでリンクされてたやん、こいつをアンリンクすると内側は追従するけどアンリンクされたやつは追従しなくて、で、まあ、低い方がカットしてて高い方がブーストしてる、こいつ逆ねってアンリンクで、こいつもじゃあと2つ目のフォロワーも、独自に動かしちゃいました、でやってたのをこいつはまずこいつをリンクさせると落ちます、はい、こいつだけ一旦消えます、バーンで上げるとここに上がってきて、当然リンクしたから初期値でもまたこいつをうやーっていじってもこれを進行すると見なさい、マクロがねよく分かんなくてだったんですよ、でどこのトップ画面っていうのかな、ホーム画面っていうのかなのこの下目矢印を押すとマクロが、まあ、開く、マクロボタンが開いてる、マクロの設定の仕方は多分2種類かなありまして、一つは、開いたプラグインの UI 画面の右上に入る欄、こいつを押してからここ入ってくるから好きなパラメーターをバンドゲインを触ると読み込まれます、またはこっち側のランボタンを押してフリケンシーを貼り、これだけだと まだ取り込んだだけで、次にマクロの紐付けをして、これマクロボタン1に紐付けますよって、ちょっと謎がマクロ10個まで設定できそうなんだけど、さっき表画面に5個しかなかったんだよ、これ5個しか出てこない、うん、6個以降はどうするのかはな、もっと増えれば出てくると思うけど、ここで選択も可能です、新規での選択も可能です、こう選択肢からドロップダウンから選ぶこともできる、値はミニマムとマックス、さっきのマクロのロータリーノブをミニマムにした時の値とマックスにした時の値、ゲインがねなんで知れるの若干わかんないけど、まあでも難しいよ、ここにかこっちの値のミニマムマックスなんて読み込めねえだろうかな、右のテコントロールするところの範囲ってちょっと適当だけで、トップ画面に出てくると動かせばこう動きます、もちろん今リンク貼ってる方を持ってくれば、はい、追従してるから、ね、はい、あでこいつの超絶いけてない
どっちのフォロワーか見てわかんないみたいね。投稿の見分けは多分つかない。でか、僕がインプレで触ってて気がついた、まあ、若干気がついただからね、なんかクリティカルにこのプラグインが使えないとかっていう話ではない、ちょっと気になる点がいくつかありましたねっていうのはあるんだけど、まあ、ラッパーとして使えるし、でこのねブラウザーのこれはね多分地味に書いてる、あとはメーカーですとかね、あと相当できないのが痛いから、この辺とか、まあ、バージョンアップできる範囲だと思うんで、してくれれば結構かなり紙プラグインになりそうな便利なやつだとは思います。簡単ですが、エキサイトオーディオカシミヤチェーンのインプレイでした。